皆さんこんばんは。本日は、こちらカメラになる。あれですね。大丈夫ですか？そっちのカメラ。はい。あ、こっちもこっち。それ。本日は、希望が丘カスクにお越しいただいた皆様、そして、配信をご覧の皆様、そしてアーカイブでご視聴の皆様、ありがとうございます。フォーバリトンサクソフォンバンドというバンドのライブです。そうですね。今回そのこちらの希望学校のカスクさん2回目の出演ですね。まあやっぱりこのご時世なんでちょっと早いそのライブのスタートとなっていましてね。この時間帯だとどれだけの方がその生配信をご覧になるというのかもなかなか。わからない感じですけどもね。アーカイブでご覧の皆様も、あ、ハグのさくらさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。これで見ていただいている方がいるのが確認できるとありがたいですね。では早速、1曲やってみましょうね。それではジェリー・マリガンというバリトン奏者の演奏で有名ですね。有名と言っていいのかわからないけれども。あ、サンケイさんありがとうございます。それでは、バーニーズチューンという曲をお送りします。Thank you.
はい、ありがとうございました。そして今大事なことに気づいてしまいました。この MC マイクのスイッチを切り合わせていたので、ひょっとしたらちょっと 変な感じというか、その予定と違う感じで音が飛んでた可能性がお前そこはチェックできねえんだからな、お前やってる途中はな、まあ、そういうこともよくありますね。このスイッチ付きマイクを使って油断しちゃいけないってことですね。もう自分の目の前にスイッチって書いておけばいいんだよ、ここにスイッチって、まあ、そんなわけでして、あ、左側だと沙織ちゃんが全然見えないよというあれが、確かに確かに見えないですね。全て、まあ、これはしげるくんが全てのカメラから沙織ちゃんが見えるようにしていただけますかね。あ、そうだね。ちょっと待ってね。ソロの人は立たないっていうこといいんじゃないですか。マイクがね、マイクすら被ってる、ね、お父さん、あれなんかこのタイミングでカメラの角度を調整してますけど、はい、すいませんね、本当に、ありがとうございます。沙織ちゃんを見たい人がいるということでよろしいでしょうか。なんか言ってよ、みんな。見たい。大堀さん、マイクにダダカメです、うん、いやもうね、大堀さんが本当に自力でやってるので、そうです ね、 かね、配信スタッフがいない状態でやってるので、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こんな感じなんで、もうもうちょっとぐらい越しても大丈夫だよな、多分大丈夫っす。本日はですね、カスクにいて、お客様もいらっしゃって、そして配信もありというハイブリッド形式でお送りしております。そして今ちょっとカメラの角度を大堀さんがいじっておりまして、大堀さん頑張って、あ、いい感じ、お、いい感じ、皆さんぜひパソコンで画角をモニターしながらちょっとカメラの位置を微調整しているという、すべてのカメラで沙織ちゃんが映るようにという指令がありました。今だって必死になってちょっといじっちゃった普通に渡辺さんが普通にしてると映らない。これ見えるじゃん、これだから見える、ツッチーさん、まあ、それ画角によっては見える、ね、これ、まあ、これ見えるじゃんね、見えるね、こじゃあこれを割とメイン目にして、そうですね、これはあのみんなが立つ時ぐらいか、みんながそれを撮ってる時ぐらいにして、はい、でまあこれはまあ俺と白坂くんが立つ時ので、はい、あの曲やりますよ、曲やります、これはごめんいいんだよ、沙織ちゃんは抜きのがあるんだから、ほらこれ抜かね、イエーイ、はい、よし、まあそんなわけで、もうリハの時間にやっておきようというようなカメラチェックを今更になってやるという、そんなわけで2曲目に行きたいと思います。あ、そうそう、2曲目に行く前に、そうか、今やっとけばよかったですね、メンバーを紹介しておきましょうね。ちょうどあのお店にも新しくお客様がいらっしゃったことですので、フォーバリトンサクソフォンバンド、本日のメンバーはですね、ドラムス金沢沙織、イエーイ、かわいい、かわいい、今日も、はい、知ってる、ベース入船雄二、イエーイ、かわいい、今日もかわいい、はい、昨日もこちらでしたか、昨日、昨日じゃなくて4日ぐらい前、あ、4日前、うん、もうこちらのお店でもあの常連ですね、素晴らしいベーシストです。それではバリトンサックスは、向かって左から、もうさっきからずっとなんかスイッチ入れている大堀博士、そして白坂弁、白坂君今日はあのなんかあの注射打って熱が出たとかなんとか、そうですね、昨日注射打ってね、はい、そうそう、昨日注射打ちまして、はい、午前中はもうあの副反応でヘロヘロでございました。ただね、ここに来たら熱が32度ぐらいだったんで、もう全然それはですね32度だったんでね、大丈夫だと思います。どういうことなんですか。まあ、はい、あのちょっとね、その、あの熱出ちゃうとちょっと演奏もね大変でしょうけど、まあはい、もう全然下がってよかったですね、32度まで下がっちゃって、そう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 、死んでるのかもしれない、白坂君です、はい、そして、渡辺茂、はい、髪伸びましたね、だいぶ。そうなんです、ずっとあの最近結んでたから分かんなかったけど、えらい長い、あ、でも帽子かぶってると分かんないですね、はい、そして、土田さとしでお送りしております。そんなわけでして、次の曲に行こうと思うのですけども、まあこれは季節ものと言っていいのか、とても微妙な曲なんですが、これはあの作曲は誰なんでしたっけ、大堀さん。作曲はですね、ハロルド・ビックという割とあのソウルっぽい感じのテナーサックス吹きがいいんですけど、あのその人の曲です。この方の書いた曲なんですけども、うん、まあ、そのジャズの曲でよくありがちな元からある何かの曲 の,
あのフォームやコード進行に新しくメロディーを乗せるという形式のシリーズですね、うん、あの我々なんかもそういう感じで曲書いたりする時ありますけども、替え歌ですね、はい、いわゆる替え歌、うん、で、まあ、替え歌になっているのが枯葉オータムンリーブスですね。元は枯葉なんだけどバラになってるそんな、あローズフォーレイ、うん、バラ肉じゃないですか、そういう、タイトルの曲を、渡辺しげるをフィーチャーしてお送りします。そっちが迷うな今日は。Thank you.
辺茂。えい。えい。ローズ・フォー・レイという曲をお送りしました。少々マイナーな曲が続いてますね。マイナー、キーもマイナーですけど、あの、その認知度的な意味でも。もっとマイナーになっていくけど。どんどんマイナーです。いや、ここを乗り越えればかなりメジャーなんで、まあ。メジャー、そうですね。頑張ろう。まあまあ、そんな振りで紹介するのもちょっと、ごめんと思うんですけど、あの次の曲は、白坂弁のオリジナル曲ですね。はい、誰も知らないオリジナル。まあ確かに、そりゃそうだ。なんか喋る？いや、特に聞きます。喋んなよ、そうですね。はい、場をじゃあ盛り上げさせていただこうと思います。ただね、そんな雰囲気の曲ではないんですよ。もうね、2年ぐらい前ですけども、猿、湖に行きましてね、そこで、なんていうんですか、それも神秘的な光景に出くわしたわけです。湖の反対側から、湖をもうまるっと覆い隠すね、霧の大群がこう風に乗ってこっちに突っ込んでくる時にね、素敵だなと思った感じを、ね、曲にしてみました。スペイン語でニエブラ、霧のことなんですけども、これなんでスペイン語にしたかと言いますとですね、皆さん最初に言ったか忘れたんですけど、これアレンジ的にはね、真ん中一回チャチャになる、そうそうそう、最初はねチャチャにする予定で作ったんですね。そうそうそう、予定ですね、今それ言うといやいや大丈夫大丈夫、いやそれをね、それ作った時にやってて、ちゃちゃでやってたんだけど、なんか違うかなと思って、そうなんです、変えてただタイトルだけ残すというね、はい、そういう、斬新なタイトルをつけた、曲を聴いてください。
白坂弁。えい。いいですね。なんかこう秋っぽい。秋っぽい。割と雰囲気渋いですね。俺割としつこい性格だけど。あ、コメントいただいてますね。マイナーなんで今のが良かった。でもこれタイミング的には多分前の曲の話。うん、そうだ。白坂さん素敵というコメントが。さすが。ありがとうございます。いいですね。もうね、言われ慣れない感じ。そんなことないでしょ。え、じゃあ毎日言ってくださいよ。いや別に言わないけど。気持ちを気持ち悪い。じゃあ次はあれですね。ドメジャーな。続々と渋いとかロマンチストとか。おロマンチストっていうコメントが。ロマンチストですよ。あの公式には。公式には。何公式？公式なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。続々とあのコメントもいただいて、14名様、まああのその我々も見てはいるので、おそらく10名様前後の。まあこんな時間帯にね、ありがとうございます。よくもまあこんなに。まあ曲の方をどんどんやっていきましょうね。皆さんあの晩ご飯とか我慢しなくていいですからね。晩ご飯食べながらねこういうジャズのライブを聞くのなかなか。おしゃれです。最近はねあのテレビでも見れますからね。YouTube ぐらいだと。ああそうですね。テレビに YouTube のアプリが入ってたりとかもするし、あとはまあ外部のあの。Apple TV だの、Fire Stick だのつければ見れますからね。うちの親父なんかだからテレビで見てるんですよ。確かに大きな画面で見るとそれはそれでこう。そう、ね、大きな画面でチェックして、あれが映ってない、これが映ってるとか、あそこのピントがボケてたとか、いろいろ言われちゃうわけです。それはあのモニターとかチェック。そうそうそう。いや大堀さんのね、お父さんも非常に心強い、そういった意味で我々の配信を。いやいやいや毎度サポートしていただいているものです ね, ですね、うん、ありがたい。今日久しぶりに教育的指導が来ましたね。もうあの最近安定してカメラのアングルとかそうそうそう今日は見れあの晩飯の時間だから見れねえかなとか言ってたんだけどちゃんと見ててくれて嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、こんなで次の曲に行きますね。次の曲はまあなんというか、まあ、割と皆さんご存知であろう曲ですね、うん、珍しく、日本の曲です。これは中山新平さんという方の書いた「證誠寺のたぬき林」、こちらを大堀博さんのアレンジによりなんともよくわかんない曲になりました。それではお聴きください、はい。Thank you.
えい、ありがとうございます。あれ続々とあのコメントいただいてますね。これはまあ皆さんご存知でしょうね、少女事件さんの現場やし皆さん大堀さん側もからもライトが当たるように。あ、ライト、あーなるほど。そっか、ライティングちょっとあれでしたね。そこのところでやればよかったですね。今からでも遅くはない。今調整しております。あ、リンリンとの共演ライブを思い出します。これ日比さんですね。そうですね、あの、昨年の3月、あの六本木のサテンドールというお店でまさにこの曲をあのやったんですけど、その時にあのボーカルの広瀬凛子さんという方をゲストに迎えてこの曲を歌ってもらうという、なんともこうよく歌えるなという感じのこの、あの大堀さんの変態アレンジのやつをやったんですね。懐かしい。ちょっと明るいねこれね。あ、ごめんごめん、あのどうぞやっててくださいね。あの、照明の調整をしたんですね。これで勘弁してください。かっこいいたぬきさん。あ、ありがとうございます。かっこいいですね、あの、うん、変態だけどかっこいい、うん、なんともね、おしゃれなアレンジだと思います。はい、日々さんありがとうございますコメントを褒め言葉で変ですね一応ね、これ前に最初に作った時に確かあの僕の仮歌を入れてみんなに聞かしたんですよね、うん、なんかね、あれそれは夜中にボソボソ酒がなんちゃらとか言う、いや、これ、あ、これか、これは別の曲、少女時とか言われてボソボソ言う、あの大きな声で歌うとちょっと近所迷惑、そう恥ずかしくて歌いながらシュールすぎますけど、まあそんな感じで、はい、そう、あのフォーバリトンのプロフィールにもね、こうやってその方角にも独自のアレンジでチャレンジしていますって書いてあるんですけどね、あの、うん、そう書いてるからには毎回こういうのやらなきゃと思って、あの大体最近は選曲に、ああの日本の曲をあの独自のアレンジをしてるやつをというか、まあそういう大堀さんのアレンジしかないんですけど、そうだね、俺だね、書いてる、はい、いやでも、あ、独自のアレンジはないけど、あの思いっきり演歌っぽいやつとかこの間やりましたね。ああ、まあまあそうですね独自じゃなくアレンジしてるのもありますね、日本の曲を。 それは また来月やる予定なんですけどもね、日本の曲シリーズはいいかもしれないですね。そうですね、うん、あの結構こういうその配信とかやるようになってくるといろいろとその権利関係のこととかもあるんですよね、うん、あの外国曲はやっぱりちょっとあの権利関係で難しくてやりづらいとかそういうこともあったりするので、最近もね、あのガーシュウィンの著作権が、まあ、復活するというね、復活して、ね、そう、なかなかあの遺族はなんてがめついんだみたいなあのコメントもどっかで見ましたけどまあでもその辺はまあその辺はね、書いた人が一番偉いんだからね、やっぱね、そうですね、だからある権利を大事に、ね、守るのはそれは必要なことだと思うんで、うん、ただですね、まあ、あのちょっと話が変わるんですけども、一応そのインフォメーションを今のうちにやっておこうかと、ですね、はい、本日のライブはですね、あの、まあ、あのお店で その観覧と、あとはその動画配信によって、お送りしているんですけども、動画の方は YouTube を使ってあの無料で、お送りしております。まあ、そうなんですけども、ですね、この、動画の公開期間、まあ、この配信が始まった6時から、アーカイブが残って、終了するのが2週間後なので、何日になるのかな、10月1日ですね、10月1日いっぱいまで、アーカイブが残ります。この間に、特別特典というか、あの特典動画のようなものを販売すると。でその、動画の引き換えチケットを、YouTube の、 あのチャンネル、この動画の概要欄に、リンクを貼っております。そちらからお買い求めいただくと、あの動画と引き換え そのダウンロード URL をお送りするという形で、動画を販売します。まあ、その動画は何なのか、何の動画かというと過去のライブ動画なんですけどね、大堀さんが夜鍋して編集してくれたスペシャルバージョンとなっております。はい、夜鍋はしてませんけど、夜中に編集しただけで。まあ、大体夜中にね、やってる。そうですね。で、朝方やり取りして。その引き換え券のチケットに、私が適当にあのちょっと和風な名前をつけてるんですけども。松竹梅だっけ？いやいやいや、なんて名前だったかな、ちょっと待ってくださいね。一応その、あのそのチケットの名前から、
なんて言うんでしょう、あの動画は3つ動画があって、その1動画につき1曲入ってる感じなんですけどね、その曲名があのなんというかちょっとなぞなぞみたいな感じで、うん、あの分かるようになっていると、まあ、分かんないかも分かんないですね、うん、2個目が分かんない、動画引き換え券、酒とバラ、そしてこれ呼び方も分かんないけど、そばかす、あ、そばかすっていうもんだ、あれこれちょっと当て字みたいな感じなんですけどね、そばかすっていうのがあの、うん、なんか弱版とかあの書いて、うん、まあ、そばかすと読む場合もあるらしいんですけど、うん、かなり分かりやすいものから、ちょっとひねりすぎたなという、まあこのそばかすなんかだいぶひねりすぎたと思ってるんですけど、そのあの一応何の曲が入ってるかのヒントになってますので、うん、何の曲か全部分かったら相当の4/2でありかつあのジャズ2というかジャズビッグバンド2かな、あ、という、まあそういう、まあ、ちょっと遊びがてらどんな曲か予想してみてくださいね。はい、そんなわけでそういうものを、ね、まあ、販売しております。ちなみにあの言っとくとですね、オリジナルが入ってるわけですね、我々、ね、ヒントでかすぎる。いやほら、ね、あの酒とバラ、そんなわけで次の曲も結構有名ですよね、これはね。CM で多いです。あ、まあ、確かに。昔からいろんな CM やら何やらで使われてる気がしますね。夏にはよく流れる。うん、まあ、この夏の終わり、まだちょっと暑いこの時期にちょうどいいんじゃないでしょうかね。ラバンバをお送りします。
しました。ありがとうございます。あとさて、じゃあもう早速次の曲に行ってしまいましょうね。行ってしまいます。はい、次の曲はあのバラード、まあ、スローの曲を1曲やるんですけども、これもだいぶ久しぶりにやりますね。パッド・メセニーというギタリストの曲なんですけども、まあ、元ネタがあって、元ネタはあの矢野顕子さんが歌ってるやつですね。パッド・メセニーが矢野さんのために書き下ろした曲だということですね。プレイヤーという曲をやってみます。Thank you.
ありがとうございます。プレイヤーという曲でしたね。祈る人、祈る人、祈りとかそんな放題で書いてあるときたまにありますね。祈り。そんなわけで次の曲をやって少し休憩というか、まあ、換気タイムのような、まあ、時間もちょうどいいぐらいですかね。どうだろう、ちょっと、ああそうですね。じゃあまあちょっとあれですね、まあじゃあサクッとやりましょうね。サクッと早めにやりましょうね。いいじゃん、めっちゃ早くやったんだよ。そういうことじゃないよね。そういうことあ、でもこれ決めるの私。そうなんです。じゃあお任せしますね。これはだいぶ久しぶりにやりますね。ジェリーマリガンの曲。大堀さんもソロ吹きましょうか。俺はあとです。それでは、リトルビッグホーンという曲をお送りします。Yeah.
はい、ありがとうございました。早かったですね。早い。気が回らない。そんなわけで、少し休憩というか、まあ、あの、ちょっと、その、まあ、休憩をするんですけど、その間、あの、喋ってつないでいただく感じですね。それでは、あの、サオリンゴスターさん、お願いしてよろしいでしょうか。はい、こんばんは、サオリンゴスターです。あの、今の曲はですね、あの、リトルビッグホーンっていう、まあ、このね、この赤い服着てるあの土田聡があの尊敬するジェリー・マリガンがね、ご代表のなんかナンバーっていうか、なんかそういう、ね、名を残したという感じで演奏してるってことですよね。はい、マリガン先生の曲、はい、っていうことなんですけれども、あのなんかあの土田さんはですね、結構こう無茶振りが多いというか、あの早いテンポはなるべく早く始めるみたいな、なんかそういうポリシーをお持ちかなと思ったので、私も負けじとこのテンポを遅くしはならないと思ってね、結構気合で始めたところですね、だいぶ疲れました。頑張ったよ、はい、これで、ね、だいぶ疲れますけど、あのこうやってね、あのまあ、あ、そうですね、なんかあのさっきの少女時のたぬき囃子とかね、あのあと何でしょうね、まあ、枯葉とか、こう割とこう馴染みやすい曲もありますけど、こういったね、あのちょっとマニアックな、曲なんかになりますと、こういう機会でもなければ皆さんにお届けすることもないですし、あの私たちもね、演奏して知ることもないので、こうやってね、あのなかなか大変な時期ですけども、こう演奏できるっていうのはとてもありがたい。聞いてくださってありがとうございます、皆さん拍手も。結構ね、このフォーバリの YouTube の配信がだいぶ定番になってきてるかなと思うんですけど、前回はツイキャスで配信して、そちらでもね、いつもの見てくださってる方が、応援しに来てくれたので、嬉しいなと思って、でこのチャンネルもね、だいぶ充実のチャンネルになってきてるかなと思うんですけど、これからもどんどんあのいろんな動画上げたりとか、生配信とかね、どんどんしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録したした、した、ありがとう、はい、あー暑い、あーすごい、皆さん拍手ありがとうございますね。今日はちょっと早いんですよね、時間が。どうですか、今日今まで演奏した中で気になる曲とか、あの気になってね、眠れないとか、そこ夜出てきて、あの悪い夢を見てしまいそうな曲なんかありましたでしょうか。私は今の曲が今日の夢に出てきそうですね。あのミュージシャンあるあるかもしれないですね、あの人前で演奏したりとかする人あるあるなんですけど、あのなんか今日演奏した曲の中で一番濃かったやつが、もう頭から離れない状態で家に帰ります。そのまま寝つくので夢に出てくるというね、まあね、曲が出てくるので悪くないとは思うんですけど、この曲頭にできちゃう、ちょっと寝れないわこれ。あ、ゆうこさんありがとうございます、登録済みです、ありがとうございます。そうなんですよ、いやね、この後もいろいろと、メンバーみんなでアレンジした曲が続々と、来るんですけれども、今日ね、あの私の SNS の方でもちょっと告知しました通りですね、この後私の推しのバンドの曲が待ってます。イエー、なんだろう推しのバンドって、わかる、みんなわかるかな、わかんないかもしんないな、なんだと思うね。それであの今回はね、私じゃなくて、土田聡アレンジの、その私の推しバンドの曲になるんですけど、まあ、その土田聡がなんでアレンジしてきたかってことは後で、ね、すごく楽しく説明してくれると思うんで、それをお楽しみにしててください。まあ、その曲っていうのはね、あの結構ご存知の方も多いんじゃないかなっていうような、ちょっとキャッチーなナンバーなんですけど、そういうねキャッチーでマロックの曲であったとしても、やっぱね、土井さんの尊敬する敬愛するジェリー・マリガンが吹くと自分の音になるっていうね、なんかそんな感じがしてね、あの、まあ、曲の良さとその人の良さが混じるとこんなに曲って面白くなるんだななんて、思ったりしました。この後のこの後3曲目ぐらいがそれかなみたいな、だからチャンネルはそのままにしてほしいですね、本当に。どうですか皆さん元気ですか。そうです、ハグの桜さん大正解、ビートルズです。みんなわかんないかもしれないけど、そうビートルズなんです。そうなんですよ、でもね、ビートルズの曲フォーバリでだいぶ
だいぶ増えてきたよね。そうだね。そう、だいぶ増えてきてですね、あの私と、しげるさんとね、で今回ツッチーさんとアレンジで、結構内容増えてまいりましたので、それもねどんどんあの今度なんか一気に演奏する日があってもいいんじゃないかななんて思ったりしますけども、この MC はそろそろバトンタッチじゃあしましょうか、誰かに、ね、あ、じゃあミスター滑らない男でいいですか。あのミスター白坂さんがね今あれ、じゃあ今この後ね、あの私も休憩させろよということで、じゃあミスター滑らない男の登場です。白坂弁イエーイ。毎回このハードルの上げ方は一体何なのかね、関西人だったら怒り散らすところだと思いますが、まあ僕はね四国の出身なので、そこまで怒りませんよ。さあ、残すところ何曲ですかね、何曲かあるんですけどもこの何にも触れないこの喋り、今日のねセットなんかはなかなか、みんなの個性が光ってる感じがしますよね。皆さん、もう何回か見られてる方は大体どの人がどんな感じかってなんとなく分かってきたところじゃないですかね。ね、個性、ツッチーさんは、まあ、ずっとあんな感じだし、渡辺さんもね、大体いつもこんな感じだし、大堀さんに至ってはもう毎日こんな感じですよね。うん、バカにしてんのか。いやいや、バカにしてないですよ。いつも通りでいいなと、こう、ね、本来ならこうライブというね、場なんですけど、こう今喋ってるここはもうまるで自宅で喋ってるような。やっぱほら バンドのカラーってあんじゃん。そうですね。だからそれに合わせたプレイを心がけてる。あ、なんと本当だよ本当だよ、バンドカラーのね。おう、だからこう、あ、こういうやつがいて、こういうやつがいて、こういうやつがいるから俺はこういうやつがいいなっていう。あ、ね、あ、それはね、なんとなくありますね。みんなすごいこう音が違うからね、どの辺にこう自分が位置づけられるのかっていうのはちょっと意識しますよね。なるべく似ないように。うん、それは分かるな、うんうん、バリトンサックスなんてね、本当はね、あの結構似るんだよね。あのあんまり、ああ、なるほどね、個性が出ない、うんうん、あのアルトやテナほどなんていうのかな、違いが分からない。まあ、まあ知らない人はそうかもしれないですね、うん、確かに、うん、なんかほら世の中のバリトンサックスってほら、うん、なんか割と音一個な感じしない。なんかそれちょっと言っていいのかどうかドキドキしちゃうそうそうそう、なんかそんな世の中のバリトンサックスの人敵に回すようなことはなかなか言えないですけど、うんうん、まあそうですよね。うちはその辺はねカラーがはっきりしてる感じが、うん、だいたいほら現場に行ってさ、はい、バリトンっていうのはこういうもんだよって言われること多いじゃん。多くない？その先輩ミュージシャンにですか？そうそう、バリトンお前あの丸輪さんみたいに吹けよっつって、うん、確かに言われるから丸輪さんね、うん、丸輪さん、なんかあのちょっといろいろ危ない方向に行こうとしてあんまりこうね、世界中に向けて話す話がないそうですね。いやだからなるべくなんかね、うん、バリトンサックスにも個性をというか、あのバリトンサックスにも市民権をじゃないけども、うん、俺ら市民権なかったんですか思うにですけど、そのバリトンサックスの、まあ、いわゆるソリストみたいな、まあ、個性的な音を出す人っていうのはやはり少数、うん、そんなに多くなくて、うん、で大体そのバリトンサックスってこういう音っていうイメージがあのできやすかったのかもしれないですね、うん、そうだね。なのででももっといろいろできるんだよみたいなのをアピールしていきたいような気持ちはありますね。なんかねやっぱりほらあのビッグバンドのアレンジなんかに割とほらあの下の方ばっか吹いてるのが多いじゃん、ね、本当はねそんなにあの下にも音域が広くないし、ね、言ってみればアルトのオクターブ下ぐらいだからね。そういうことですね、うん、1オクターブアルトサックスのオクターブ下ぐらいだからそんなには低くないわけだよね。よくあのベースラインを吹くことも多いですけど、実はあのギターの一番低い弦よりもあのちょっと下が出るぐらいですからね。なのでそんなに低い音は出てない。そうなんです。むしろねバスサックスがいた方がもっと。まあまあ、ね、バスというぐらいですからね、やはりこうあのベースの音域を担当してますよね。なんかこの中途半端さが面白いと思うね、バリトンね。まあそうですね。中途半端。でも単純にあの声楽の
あのテノールバリトンなんかと同じでバリトンだって普通にソロがあるわけじゃないですか。そうだね。なのでまあ感覚としてはそういう位置づけでいいんじゃないかと、うん、まあやはりあの多分バリトンのソリストっていうのはちょっと、うん、あの数は多くないのかわからないですよね、性格の世界でも、うんうん、まあそんなことでそろそろやりますかと。ちょっとカメラ、今カメラチェック大事ですからね。お、じゃあこの間にあれじゃないですか、次の曲の紹介を。そうですね、まあ、次の曲もですね、ジェリー・マリガンさんの曲なんですけれども、これは久しぶりではないか、結構ただ配信でやるのは、我々の配信でやるのは初めてってことはないですかね。やりましたっけ、配信では一回やったかもしれないですね。前回やりませんでした、まあ、前回やりましたっけこれ、あれもうなんか昨日会ったことも忘れるぐらいに昨日食べたご飯とかも忘れちゃいます。初めてやる気がしますという意見が。じゃあ初めてということで一つ、いや僕が参加してから。あ、なるほど。そうだ。そうか。なるほど。確かに。入船くんが参加してから初めてやるそうなので、やってなかったはずです。はい。ジェリー・マリガン作曲のサン・オン・ザ・ステアーズという曲をお送りします。Thank you.
はい、ありがとうございました。サンオンザステアーズという曲をお送りしました。あっという間に終わるから、まあ、こういうあのちょっと短い感じでね、あんまりこうあのソリとかあの他のセクションが多くないやつとか結構好きなんですよね、うん、もうさっとソルフで終わりみたいな、そういう感じ。すごいあの動画を作った時のことを思い出しました、僕はこれ。あ、そうだ、これなんかテレワーク動画でやったんですよね。そうで、何回もツッチーにダメ出ししたらキレられてなんかあのカメラの画角がちょっとこうここの辺が見切れてるとか、なんかそういう感じのダメ出しがこうあの10回ぐらいあって、そう相当取り始めましたね、うん、ちょっとあのお前いいのかこれでみたいな。もう 3回目で、しかもあの出来上がった動画見てみたら、え、そこ最初からあの切り取ってるから別になくてよかったんじゃないみたいな、そういういやでも割とまんべんなく使いましたよね。いやいや、そんまあそうですね。そうだね。まあそんなあの動画を昨年の今頃、もうちょい前ですかね、夏ぐらいですかね、なんか作った覚えがありますね。その当時はまだあのしげる君のところにあの防音室がなかったから参加できずに、あのそう大堀さんが一人二役やったんですよね。確かそうです。そうだそうだ。そう思い出しました。その動画があの YouTube のフォーバリチャンネルに、上がってますので、うん、よかったら見てみてください。生意気にもあの僕が頑張って作ったテイクファイブよりもあの多く再生されてね、ちょっと悔しかったそんなこと言ってもしょうがないでしょで、土が、うん、俺テイクファイブより僕のやつの方が行きましたよってね。いや、そんなことあったら言ってた。自分で喧嘩をやめて私のために争うのやめて、次の曲行こう、はい、次の曲行きましょう。次の曲はですね、夏の終わりの隙間風、渡辺茂のオリジナルですね。
はい、ありがとうございます。夏の終わりの隙間風でしたね。作曲ソリストは渡辺茂。なんかさ、夕暮れって感じじゃない？なんか。これメンバーです。歌詞をねつけて歌いたい感じの曲ですね。これ、うん、後半にそのリフが、その間みんなでやるようなリフがあって、これが、まあ、ちょっとその隠し味的な感じでね、まあとある曲のなんていうかオマージュなわけですけどね。まあ、とある曲というか、フレックルフェイスっていうね、サミーネスリコの曲なんですけど、ビッグバンド、学生ビッグバンドなんてやってた人たちの間で、おそらくもう誰もが知ってるであろう曲で、なので、もうこの、ふわりを見た瞬間に、何も細かいこと書かなくても分かるみたいな、そういう感じにみんなこう染みついてる感じの曲で、フレックルフェイスっていうのは、日本語で訳すと、アバッタかとか、そばかすとか、そんなね、ね、あ、そういうことなんですね。そうそうそう、そういうこと。それでそのあれがあれがあれして何を言ってるんだ俺は。まあそうちょっとほぼ答えみたいなことを、まあ、言ってますけど、はい、今回のライブ、配信期間中、アーカイブ公開期間中までの限定で、動画の概要欄のリンクのパスマーケットのサイトより動画引き換え券というのを、販売しております。でこれをこれにまあその販売券のところにちょっと名前がついてるんですけども、まあ、それがそれぞれ1曲ずつ、我々の過去のライブ演奏から、切り出して再編集したオリジナル曲が、入っております。なのでそちらをお買い求めいただくと、とても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、そんなわけで次の曲に行くのですけども、うん、まあ、後半からいらっしゃった方もいます。あ、そうですね。結構、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、いっぱいかっこいい、いつ聴いてもかっこいいアンサンブル。嬉しいですね。ありがとうございます。あ、もう次かなビートルズっていうコメントが。さっき私が何曲目にやるって予告した。なるほど。さてとか言うと思わせぶりにこう言ったので、そうです。ビートルズやります。イエーイ。そう、まあ、ずっとやろうと思って、とりあえずフィナーレでタイトルだけつけて編成とキーだけ入れたところでそのまま止まっていたアレンジをようやっと書き上げまして、そう、楽譜をね、やっと書き上げたわけですね。最初のところでずっと放置していた。まあ、ビートルズの Can't Buy Me Love で、まあ、おそらく皆さんご存知の有名な曲だと思うんですけども、まあ、ジェリー・マリガンさんが実はこの辺のこの辺のという言い方はあるんですけど、その60年代にとてもヒットした曲を取り上げているアルバムがあるんですね。多分だから同じ60年代のアルバムだと思うんですけども、その中でビートルズの曲が3曲、そう、3曲で取り上げられてるんですね。で、じゃあ、まあこれは頬張りでやらねばとずっと昔から思ってたんですけども、やっと1曲書き上がって、あと2曲もそのうちやる予定ですんでね、でやってみたいと思います。では Can't Buy Me Love をお聴きください。Thank you.
はい、ありがとうございました。キャントバイミーラブ。後ろですごい、あの拍手してる人が。すいません、多分ちょっとね、マスクします。マスクします。どうぞどうぞ。すみません、なんかあの曲をねこう別に差別してるわけじゃないんですけど申し訳ないですね。本当でもやっぱビートルズ楽しいよねっていうねっていうねっていうね。しかもこの曲あの本当に物心ついた頃から見てた映画の中での曲なんで、すっごい子供の時遊んでたような曲ですよ。だから本当に何そういう曲あんじゃん、なんかほら幼稚園の時から聴いてますみたいな、なんかそういう曲なんですよ。そういう曲だからこうやってこれをねこうなんか大人になってきた前で演奏できるってハッピー、ありがとう。ありがとうございます。これからもどんどん書いてください。よろしくお願いします、はい、あとりあえずあのこのジェリーマリガンネタがあと2曲あるんでね、はい、それもあの近日中に、近日中にとは言わない、なるべく近いうちになんとか書いてみますのであ、意表をついたアレンジ、そうこれはあの、まあ、そういう元ネタがあるわけですね、うんうんうん、ジェリーマリガン なんてタイトルのアルバムだったかな。ちょっとかっこいいですね。かっこいいです。すごいソロでした ね、 ねかっこいい。ありがとうございます。バリトンたちよりも指が動くんじゃないかうんうん感じですね。ビートルズで女の子たちが失神するくらいキャーキャー言ってました。そうそう、ちょうどその頃の曲ですね、うん、あなるほど。ここであのこのポールが歌い終わってギターソロが始まる前にシャウトするんですけど、そういうところではもう女の子がもうキャーって言って本当失神する人がいたぐらいの、そういう時代の曲です。あれこれアルバムで言うと何ですか、ね、ビートルズがやってくるとか、そうですそうです、あのやややハードデイズナイト、その今、うん、このそのジェリーマリガンのアルバムに入っているその3曲ともそのアルバムの中の曲になります。その日本に初来日したのってそのそれよりもうちょっと後ですね。これは64年で、ビートルズ日本来たの66年だと思います。あでも多分このあたりの曲はもう結構やってて、うん、キャーキャー、そうですね、もうあの世界中をキャーキャー、世界回っていろんなライブでキャーキャー言っていたような曲ですね、うん、結構そのビートルズといえばこれみたいなところはある感じの曲ですよね。そうですね、言われてみればそうかもしれません、うんうん、そのはい、なるほどなるほど、いろいろ勉強させていただいてますね。嬉しい、はい、そんなわけで次の曲に参ります。次は季節ものですね、バラードを1曲お送りします。大堀ひろしアレンジ、オータムインニューヨーク、大堀ひろしフィーチャーでお送りいたします。Thank you.
えい、大堀博士、えい、すごいアレンジですね。なんか元がどんな曲だか思い出せなくなる感じのところはありますね。いや、これちょっと語っていい？はい、どうぞ。この間ね、リハで久しぶりにやった時にぶったまげました、難しさに。あのキー間違ってませんからみたいな感じになりましたね。全然音程取れなくなって、うん、あの秋らしいドロドロした感じがいいんじゃないかと。そんな感じなの？秋はドロドロした季節。いや、なんかそんな感じしない？どうでしょうか。うん、あの夏よりもなんかこうドロドロしたような感じがあるな、俺は。うん、割と夏の方がドロドロと、ね、汗だくなイメージはありますけど ね、夏はほらあのね、こうやっぱあのなんていうの、暑くてあーよし仕事したって感じになるけどさ、あ秋はほらなんかあの帰る頃にね寂しくなっちゃうんだよね。あ何言ってんだよ。なんだかこうセンチメンタル的な。そうそうそう、センチメンタル。おセンチ、おセンチ親父。はい、おセンチおじさん。はい、帰りたくなくてね、ドロドロするみたいなね。でそれでこういう、それでこういうアレンジが生まれたんですか。いやいやいや、またそれはまたドロドロした気持ちで。あの頬張り、あの元々あの違う、あのコンボで違うキーでやってたんだけど、あの頬張りにあのアレンジし直したら、なおさらドロドロしてしまったっていう、ね、タイプのやつですね。まあ、フォーバリトンというこの編成が若干ドロドロ要素が、まあ、あのちょっと拭いきれないところがあるんですからね。そうだ、爽やかさという問題でいくと、なかなかこう入船くんの顔ぐらいで、ね、ああそう爽やかな。最近はね、入船くんが来てくれたおかげで、だいぶ爽やかさがプラスされた気がする。うん、そうなんですよ、うん、なかなかこう割と暑苦しさとかそういうのが全面に押し出されやすいバンドではあるので、そうそうそう、まあ、大堀さんかなりあの、ね、あのうってつけな感じじゃないですか。まあ何がうってつけなのよくわかんない。一応あのキャラ作ってますからね。あ、キャラ、あ、そうか、このバンド用に作ったキャラなんですね。あ、嘘つけって顔したね、今。大体どこ行ってもこんな印象ですけど、ね、いや、家帰ったら死んだようにしてるかもしれないですね。ああ、あの、なんていうか、やっと仮面を脱ぎ捨てた感じで、こう、そういう意味で家での大堀さんというのをちょっと見てみたい。でも時々マウスピースの調整に伺うんでね、よくあのだいたいこんな感じの姿見ますけどね。まあ一緒ですね、はい、一緒なんじゃないですか。あ、でもそれすらも、それすらも仮面をかぶってる可能性が。いや、そんなことないな、多分。まあ、あのマルチタスクできないから俺。あ基本、まあ、そういうのはね。でも実際とそのどこどいつどんないかなる時も自分らしさをこう貫くみたいなのは結構なんか大事な話な気がするんですよね。そうよ、ユウもね。ユウミーのことですかって言わない。ミーのことですか。何の話になっちゃったの。よし、じゃあ次の曲、あ、そう、次の曲に行く前にですね、次回のインフォメーションをしておきましょうね。次回はですね、まあ、次回その来月なんですけど、来月はまたあの配信ライブをやります。8月にその板橋区のその助成をいただいて行った公演と、まあ、同じものなんですけども、同じようにその板橋区内の、スタジオから、配信で、配信のみですね、今回は、お送りします。それが、10月の20日水曜日、これはあれ時間は、8時スタート、20時スタートですね。あ、チラシがありますね。あ、チラシを大写しして、あれ、これでいい、遠いんじゃない、遠いんだね。ちょっと難しい、遠い。あのチラシ写し係、このチラシのデータをあの送っとけばですね、これでプッと出せるように。あ、そうだね、うん、まあ、なんだかよくわかんないんですけども、ピントが悪い。しかもあの前回と同じチラシじゃないのっていうツッコミも入りそうな。お、ピントあった。まあ、文字見えないかもね。そうなんですよ。まあ、よくてもこの画面、もうあの間違い探しみたいですけど、よく見ると QR コードが1個増えてますね。本当だ。これは何かというと、あのあまりにもそのツイキャス、まあ、ツイキャスで配信するんですが、ツイキャスの使い方に慣れないという方がやはり多かったので、使い方ガイドのリンクを貼ってあります。なるほど、素晴らしい。まあ、あのツイキャスの あのあれでちょっと探すとそのページ出てくるんですけども、それにたどり着くのも結構ややこしかったりするんで、まあ、あのチラシを受け取った方はそちらをあの参考にしていただけると見やすいかも分かりませんね。あのツイキャスは面白かったですね、すごく。やってる方としてもそのお茶爆とか、ああいうその、
独自の文化がなんだか面白かったですね。そうですね、なんかみんなが見てる皆さんがね、はい、いろいろアイテムを投げるという。そうなんですよ。あのアイテムってそのいわゆる録画されたものとは別のところで映し出されているものみたいで、動画を後日ダウンロードしたら、そのお茶爆やらないやんで降ってくるものは映ってなかったんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんです、うん、ツイキャスからダウンロードできるの？ああ、そう、動画がダウンロードできて、前回の動画はそのもう公開終了してるんですが、一応録画は残っております。ああ、そう、こっちも録画してたんだけど、あれは入ってない。爆撃は入ってない。そう、そのおしゃばくとかの、その、うん、アイテムが降ってくるようなエフェクトは消えてしまうようですね。やろ、はい、よし、次最後だよ。そう、次が最後の曲です、うん、名残惜しい感じで、じゃあ、ハグノさん、大堀さん、お一人でいろんな演奏をなさっている動画もチェックしています。ありがとうございます。はい、私この機材を持っていろんなところに行ってますので、今後とも見てはい、いつもかわいさだね。うん、お茶爆白坂さんが落ちてくるのを笑った白坂です。次回は別の人が降ってくる予定です。お楽しみ。お楽しみ。誰かそれでは、本日最後に、ドナリーをお送りして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
土田聡でお送りしました。どうもありがとうございました。そうですね。
配信ライブ来月もありますが、こちら春日さんでもまたやらせていただきたいと思うし、次回ぐらいには少し世の中の状況も変わってきて、お客さんも入りやすい、まあ、普通の時間にもやれるといいんですけどね。そんなことで、本日の、フォーバリトンサクソフォンバンドのライブはこれにて終了します。お店に来ていただいたお客様、そして配信をご覧のお客様、アーカイブをご覧のお客様、ありがとうございました。今後ともフォーバリトンサクソフォンバンドをよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。そして時間は大丈夫？時間は大丈夫？早くやればいいんじゃない？あ、早くやればいいんじゃない？早くやれば多分。じゃあ、アンコールありがとうございます。それではアンコールにお答えしまして、じゃあテンポをお任せします。ありがとうございます。じゃあ。Yeah.
とうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。また見てね。